耳たぶは外耳の構成要素で自覚の下部に垂れ下がった柔らかい肉のこと。耳たぶ、耳たり、耳たぼとも言う。耳たぶは自覚から出ている器官で脂肪でできており、多数の細かい動脈が流れている。動脈効果で血流が悪くなると耳たぶの脂肪が萎縮して、シワが見られることがあるとの見解がある。 このような兆候は耳たぶのシワと冠動脈疾患の関連性について報告した、米国の呼吸内科医の名前からフランク兆候と呼ばれている。ローマ皇帝、ハドリアヌスの彫像の耳たぶには、シワが刻まれているが、その死因は鬱血性心不全だったとされており、動脈効果があったとも言われている。分離型、密着型人の耳たぶの付き方の類型には、 頭部から離れて垂れ下がる形となる分離型と、頭部と、なだらかに繋がった輪郭を描く、密着型とに分類されることがあり、メンデルの優勢の法則に従うという説が、かつて存在した。しかし耳たぶの形は、実際には、連続的に分布しており、2つのカテゴリーに分けられる、ものではなく、複数の遺伝子座が関わっていると推定されている。 2017年にゲノムワイド関連解析によって耳たぶの形状に関係する49の材が特定されている。分離型で特に分厚く肉付きが良いものは東洋では複運があるとされる。副耳を参照。イヤリングをつけた耳たぶ耳たぶをイヤリングやピアスといったソーシン具で飾る習慣は古代エジプトの時代から見られる。 高熱のものをそれとは知らずに触った時などは耳たぶを利用して冷却することがある。それは耳たぶが人間の体の中で最も体温が低い部分であると言われるためである。日本語で耳たぶに触れるとは聞き及ぶの意である。AB ドキドキの未病医学一般財団法人博士会2019年11月21日閲覧 AB 耳たぶの手話と、動脈硬化。心臓財団。ピアニッシモ、四4から5、2019年11月21日、閲覧。ミス・オブ・ヒューマン・ジェネティクス・アタッチド・イヤー・ローブ・ジョン、H ・マクドナルド、ユニバーシティ・オブ・デラウェア正常多様性形質の、分子遺伝学的研究科学研究費助成事業、研究成果報告書、平成25年6月19日メーダー SS。 ヒューマン。バイオロジー。メガロー。ヒル。ニューヨーク。ゼロのゼロナナの二十九万五百八十四のゼロ。ボアズ NT。エッセンシャルズオブバイオロジカルアンソロポロジー。プレンティスホール。ニュージャージー。ゼロの十三のゼロ八ゼロ七九三の一。ツッタ P。ゴングリ P。ファーザーオブザベーションズ。オニアーローブアタッチメント。アクタジュネ。ステーテスト。メッド。十五。 77861965パブメド14277139リレーテッドサイテーションズハットシェイファージョン・アール・エトールマルチエスニック・グアズ・リビールズ・ポリジェニックアーキテクチュア・オブ・イヤーローブ・アタッチメントザ・アメリカン・ジャーナル・オブ・ヒューマン・ジェネティクス101.6913から924ありがとうございます